川口に住むトルコのクルド人少数民族とその地域の日本人住民の間に緊張が高まっています。この状況についてある在日トルコ人男性が産経新聞に対しその見解を述べました。彼はクルド人コミュニティ内のごく一部の人々によるトラブルがトルコ人としての彼ら全体のイメージを損ね、さらには日本とトルコの関係も影響を与えかねないことを深く懸念しています。この男性はクルド人の多くが実際には働く目的で日本に来ており、彼らがパスポートを持っていることや飛行機のチケットを購入できる経済的能力があること、さらにはトルコの大統領選挙に投票するなど彼らの生活に根ざした事実を指摘しています。これについて百田さんと有本さんは、問題はビザなしで入れるということ、アメリカがやっているようにノービザといっても事前の審査を義務付けてそこでスクリーニングする、要するに跳ねる人は跳ねるということをするべきだと思う。もう一つは難民申請を受け入れないことだ、難民ではなく観光で来ているのでと意見を述べました。